山ちゃん、連絡ありがとうございます。インドネシア銀行の件ですね。インドネシア銀行は私が契約した時が年利 7% ということで、結構ね、高い利率で契約させてもらいました。その次の年には 5.75 になりまして、まあ、こういうのってのはね、参加者が増えればどんどん金利は落ち着いていくんですよ。ですんでね、 8% の時とか 10% の時もあったというふうには聞いております。で、現在飛行機が飛んでないので、インドネシアツアーは2020年は全く組まれてない状態です。2021年も分かりません。まだ日本政府がね、飛行機飛んでいいよっていう風になれば、なんですけどね、今のところは限られた人しか海外には行けない状態なんで、私たちもね、限られた人ではないんで、単なる旅行者ですから行けないということになってます。ですので、インドネシアツアーっていうのは再開の目処が立たないような状態ですけども、これはね、日本政府が以前のように交易をやってもいいよっていうふうに言うまで、外務省の方が許可を出すまでは、私たちには手も足も出ない状態です。ですんでね、私はね、言っといてよかったなと思います。向こうにね、入れ込んだ資産がこれからどんどん値上がりすると思うと、配当入ってきたりとかね、金利が上昇したりとかね、すごくいいなと思います。で、インドネシアっていうのは日本以上にその GDP の伸びっていうのが凄まじいですから、日本はこれからどんどん停滞していきますけども、日本円でお金を持っててもあんまり値上がりするってことは考えられないんですよね。金利も全然つかないんですけども、インドネシアっていうのはこれから金利がガンガン上がるようなフェーズに入ってまして、年利で2割とか3割とかね、国民経済っていうのは上がっていってるんで、銀行金利もね、さすがに 10% 前後で推移って言ったら大げさですけども、少なく見積もっても年利 5% ぐらいつくんではないかなというふうに思ってますね。で、詳細は、サポートのライブ放送っていうのが定期的にありますので、そちらの方をご覧いただけます。これはね、会員さんじゃなくても参加できますので、そちらの方に招待することもできますので、もしね、まだご関心があるようでしたら、そちらの方で今はインドネシアっていうのがどういうふうな状態なのかってことを知ることができます。もちろん今ね、リアルタイムでインドネシアに住まわれている日本のコンダクターの方とかアテンダーの方とやり取りすることも、そういう機会も設けていただけますんで、今ね、海外に多くの人の目が向いてない時にやっぱり仕込んどけばいいんじゃないかなと思ってます。ただ現地に行って銀行を開くことができませんので、そこはちょっと歯がゆいですね。向こうにすでに銀行を作ってやり取りができる、通信でもやり取りができる方にとってはむちゃくちゃいい鎖国政策になってます今。皮肉にも、はい、日程が合わずに行けなかった、行くときは一緒に行きましょうね。それでは以上です。ありがとうございました。もう未来は明るい。